はい、山寺です。今日もですね、西成に来ております。これからですね、またですね、西成にちょっと新しいお店ができたみたいなんで、そちらの方で飲み食いしてみます。では行ってきます。はい、お店はですね、鶏焼肉のお店ですね。スタンドハチドリっていうところです。こちらにちょっとね、入っていきたいと思います。はい、今ですね、服部さんというお店に来てます。ハチの鳥って書いてね、服部さん、ハチドリかなと思ったけど、服部さんということです。お願いします。ですね、朝のね、9時オープンから11時までですかね、モーニングセットっていうのをやってるんですよ。まあ、好きな飲み物とカシア盛りのハーフサイズがついて500円ワンコインです。あとキャベツもちょっとついてましてね、どんなのが来るか楽しみです。まずはですね、ちょっとハイボールからいただきたいと思います。うまい、美味しいです。こちらがですね、モーニングセットです。これがですね、ハーフサイズのかしわ盛りですね。でキャベツとハイボールまあね、私これで済まへんけどね、まだちょっと食べるんですけど、一旦ちょっとね、紹介したくってモーニングにしてみました。はい、それでね、かしわをちょっとね、タレ、これよくね、トングで混ぜてくださいということなので、ちょっと混ぜますわ。いいですね、これを焼いて、うまそうや、これ絶対美味しいやつですね、これ間違いない。この赤味噌がね、最高。ではこの辺りでちょっと焼いてみたいと思います。ではちょっと焼きましょう。すごいいい匂いしてますよ。これ絶対美味しいでしょ、これ。匂いでね、なんとなく分かりますわ、うまいっていうのは。ひっくり返して、ひっくり返して、ひっくり返すと、タレがまたこれ特徴があるんですよね、きっとね。赤味噌ダレっぽいですね、これね。タレ美味しいと思います。なんかね、伊勢じゃないわ、松阪の方でね、鶏のね、焼肉が結構ね、有名なんですよ。なんか松阪っていうか、松阪牛とかね、あっち方面と思うんですけどね、意外とね、この鶏のね、焼肉がね、有名らしいですよ、松阪ではね。きっとここはその松阪風の鶏の焼肉やってるような気がします。いい感じにこの焼けてきてますね。ご飯が欲しくなるとかいうやつだよね。なんかね、ご飯があるんですよね。まあ、食べませんけどね、ご飯は。よいしょ、こんな感じでちょっと焼けるの待ってみますね。焼ける前にこの赤味噌ダレが気になるんで、このキャベツをちょっとね、赤味噌ダレつけて食べてみますわ。めっちゃ美味しいわ。絶対合うんですこれ。もう焼けてますね、これほぼほぼ。焼けてるということで、ちょっとこちらを食べてみたいと思います。ではでは、この皮のちょっと美味しそうなとこからタレつけていただきます。めちゃめち
ゃ美味しいですわ。ジューシーでね、うん、これはいいですわ、ほんまにうまい。これまた味噌がね合います、ぴったり。よかったら来てくださいね、うまいから、うん、最高ですわ、どんどん食べていきましょうね。めちゃめちゃ美味しい。これ鶏も美味しいし、タレも美味しいですね。あ、いいですかね。ね、うまい。ちょっとね、焦げやすいのが難点なんです。いや、まあしゃあないわ。けど美味しいですよ。うまっ。うん。でね、追加でハラミ盛りを注文しました。ハラミ盛り楽しみ、うんうん、うまいです、次ですね、ハラミ盛りを注文しましたよ。これはね430円ということでね、これもまたねうまそうですよ。油がね、乗ってて、きっと美味しいでしょうね。もうこれ混ぜてるだけで、なんか美味しいの分かりますよね。もうこの混ぜるの結構いいですよね。ではちょっと焼いていきましょう、ハラミね。結構焦げやすいんですよね。タレがついてるからね、焦げやすいと思いますけども。美味しいんですよ、これね、めちゃめちゃ。ほんまに。今度はね、普通の盛り合わせなんでね、量もね、なかなかボリュームありますよ。ボリューミーですよ。1回では焼ききれそうにないんで、これぐらいにしておきましょう、うん、今ね、お店の方がね、ひっくり返して持てます。うまそうでしょ、これハラミ。鶏がね、結構松阪いうと松阪牛やというイメージだけど、でも実は鶏が美味しいんですよね、鶏焼肉がね。これまたそれ、ここから見とったらすごいいい鶏ですね。皮の色が白くなく黄色いね、いいの使ってますね。これまた美味しい。あ、これもジューシーやもん。これ油の塊みたいな。はい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 。あの皮だけ出すじゃないですか。はいはい。結構火事みたいになるんですよ。ああ、そらそら。料理のして。そらそうですよね。うん。箸がこう焼けて。そうですよね。なると思いますわ。すごいなと思います。これね、今ちょっと仕込んでる親鶏ですか。はい。もうほんまに色が全然、その皮の色とか油のね色が違いますもんね。ね、うん、ほんまに美味しいですわ。ね、美味しい。仕込みが丁寧。黄色い油。はいはいはい。美味しい。ね、はい、美味しいですね。はい。まあもしよかったら皆さん来て食べてみてください。はい、黄色い油の方美味しいらしいんです。ですね、ハラミが焼けた、焼けました。一旦ねお皿に移しますわ。もうこれね焦げやすいということでね、これも油もねすごい乗ってですよ。これも美味しいの分かるでしょ、これ間違いないよこれ。これはもうたまんないと。うわそして2杯目のハイボールです。2杯目いただきます。めっちゃ美味しいです、うん、2杯目のハイボールでね、ハラミをいただきたいと思います。ハラミ、うん、さらにね旨味増しますわ。これ美味しいわ。なんかどんどん食べれますわ。うまい、うまっ。うーん、このね赤味噌だれがたまんない。うん、最高です。ほんとに残りの鶏もねどんどん焼いていきましょう。もうこうなったらね、どんどん焼いてどんどん食べます。もうこれほら見るからに美味しそうでしょ。これでこの赤味噌だれにちょっとね多めにつけましょう。
ューシーでね最高。今ですね服部さん行ってきました。めちゃくちゃ美味しかった鶏。これねなんかね松阪の方でね鶏焼肉っていうのがあるんですよ。僕も知ってるんですけどね、あのね意外と松阪牛っていうのは有名なんですけど、鶏大体の松阪は本当はね鶏焼肉らしいですわ。でそこもね赤味噌を使ってるんで、これがめちゃくちゃ美味しい。で今度ねご飯と一緒にがっつり食べたいと思います。ということで確定って言ってもだけども、あれですわ、再訪問は確定第3件ですっていうことです。ということです、本当にごちそうさまでした。もしねよろしければ私の YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつもね私の YouTube を見ていただいている視聴者の方々本当に感謝しております。ありがとうございます。まだまだいきますよ。ではお疲れ様でした。